いいたします。佐藤喜和です。こういう書店さんのイベントにお声をかけていただけるというのは僕のキャリアの中でもこれ初めてでして、ちょっと驚いております。で、全国の紀伊国屋の書店員の皆さんが投票してくださったということでありがとうございます。あと僕ここ今日は新宿本店のホールなんですけど、よく来る、本当によく来てるんで、こういうところで最初にこういうスピーチができるということを、光栄に思ってます。で、このキノベスっていう企画はどういう企画かって考えますと、ランキングっていう形は取ってるんですけど、本当に書店員の皆さんがいろんな本があるんだっていうことを、これから書店に来る方、あるいは行こうと思っている方に知ってもらいたいっていうですね、気持ちで始められて、皆さんがこうやって運営されていると思うんですよ。で、テスタトリコがちょうど2日ぐらい前に出て1年ぐらい、ちょうど1周年か、2月19日で1年経つんですけども、かなりいろんなところで、こういうスピーチとか取材の機会をいただきまして、あまり自分の本のことばかり言うのもなんだろうと今日思いましてですね、僕自身もキノベスのランキングっていうのはすごい参考になるものでして、今日ですね、ちょっと自分の本ではないんですけど、第18位に入りましたこのサメエラ大全、これをですね、この持ち時間のスピーチの間に紹介させていただこうと思いまして、これですね、本当素晴らしい本ですね。で、僕は割とやっぱり去年1年忙しかったんで、書店にあんま行く時間なかったんですよ。で、キヌベスさんのランキング見て、これは何なんだと。でも実際そこのここの店舗で購入させていただいたんですが、サメ映画には無限の可能性がある、上手を超えること以外はって、このコピーが本当素晴らしいですね。で、僕が書いた本じゃないんで、これ以上ここで喋ることはちょっと差し控えさせていただきますけれども、ぜひYouTube をご覧の皆さんにはですね、キノベスのランキングって本当面白い本がいっぱい入ってますんで、今日は僕はですね、これをキノベスの18位を宣伝するために頼まれるのはしてないんですけど、ここに来ましたということで、スピーチに変えさせていただきます。どうもありがとうございました。